県ベスト8を目標に掲げる国分はチームメイトと野球ができることにやりがいを感じています。初めての公式戦で掴んだ1勝が忘れられない勝利だと話すナインは、この夏もっと忘れられない記憶を作ります。甲子園だけが高校野球じゃないと思っていて、でもうここまで全員で頑張ってきた以上最後までやり続けようと思って、もう自分たちが目標に掲げてきた応援されるチームっていうのを最後まで貫いて、いい結果につながればいいなと思います。全員野球で頑張るぞ。よし。